待ちなさい。そんなにお菓子を持ってどこに行くつもりなの？お菓子は持ち込み禁止よ。絶対に渡さないさ。あら、私が大好きな妊婦さん。あ、いいこと考えた。絶対にお菓子を持ち込んでやるぞ。あれ、誰が寝てるんだ？じゃ、変身するから見てな。長い髪の毛とメイクと女の子の洋服でバッチリだ。僕、かわいいでしょ。ワンピースの下にリュックを隠したら準備バッチリさ。じゃあ、行ってみるぞ。洋服を貸してくれてありがとうね。お医者さんが待ってるわよ。きっといいお母さんになるわね。あら、お腹を触っていい？ダメ、もうすぐ生まれちゃうの。ああ、よかった。お医者さんはどこ？何かの間違いじゃない？イメチェンしたんだけどどう？ビービー、僕だよ。はじめは看護師さんに通してもらえなかったんだけど、僕は頭がいいからお菓子を持ち込むことができたんだ。はい、私もいい？ちょっとだけ。もちろん、分けてあげるよ。ディックスは好きかな？ビービー、チップス食べる？早く退院できるようにたっぷり食べな。はい、待ちなさい。それは何？コーラ？募集するわよ。大変、誰かしら？重症みたいね。 TikTok を見すぎたんだよ。早く手術をしないと。まだ若いのにそんなことになっちゃって。誰それ？え？私のブライアン？どうしちゃったの？ブライアン、お菓子を持ってきてくれるんじゃなかったの？大変。騙された？僕は生きてるよ。さっきのは冗談。おかげさまでお菓子を持ってくることができたんだよね。みんなで一緒に食べよう。ジェーンも。はい、世界一最高な彼氏よ。みんなも協力してくれてありがとう。チュッパチャップス最高。全部フィービーのためさ。全部全部食べていいよ。よし、自撮りしよう。わあ、よし、似合ってるね。これで問題なく通してもらえるはずさ。静かに、交代の時間だよ。少し休んできたらどうだい？ What？ 同僚なんかいたっけ？まあいっか。お茶でも飲んでくるわ。あ、騙されたね。欲しい？いいよ。でも、これから起こることを誰にも話さないでくれよ。じゃあ、フィービーに持っていこう。おいしい。フィービー、またお菓子を食べてるのかな？お仕置きは、もっとたくさんのお菓子を食べることだ。こんなに持ってきたよ。あ、ブライアン。はい、またお菓子を持ってきてくれたのね。やっと大好物を食べることができるわ。ブライアン、看護師？すぐに分かったわよ。ついていきなさい。あ、お菓子が。バイバイ。待って、捕まえてやるわ。顔は覚えたわよ。バイバイ。もう呆れたわ。頭が痛くなってきた。で、今回はどんなお菓子？没収よ。抵抗しても無駄だからね。やあ、ミア、今日はこんなに素敵な日なのに、なんでそんなに落ち込んでるんだい？お昼ご飯だから、何かあったら食堂まで来てね。お、白衣か、使えるね。お医者さんの制服は似合うかな？お、いいね。僕もお医者さんになればよかったな。これでフィービーのためのお菓子が持ち込めるね。じゃ、行くぞ。あ、先生、待って、すっごく頭が痛いの。大丈夫だよ。え、薬？分かったよ、すぐにあげるから。チョコレートしかないんだけど、どうしよう。 M&M's とかどうかな。薬に似てる？意外にバレない可能性だってあるよね。ありがとう。え？M&M's みたい。見てみないと。
ちょっと待って、お菓子じゃないの。その中を見せなさい。逃げたわね。条件は覚えてるよ。ミア、患者さんだ。インスリンショックになっちゃったんだよね。何これ、お菓子だよね。ちょっと待って、ほらやっぱりお菓子じゃないの。本当はお年寄りじゃないんでしょ。ほらね、早く逃げないと。どんなニュースがあるかな。あれ、誰これ、まさか大金持ちの石油王。いや、可愛い子ちゃん、新しい妻を探してるんだよね。ドバイ、トルコ、どこでもいいから早く行きたい。うまくいったぞ。気づかれないうちに通らないとな。いや、可愛い子ちゃんたち、新しい妻を探しに来たんだ。え、何してるの。面白いわね。こんなところで妻が見つかるわけないわよ。僕はブライアンだよ。またまたお菓子をたくさん持ってきたから早く食べな。最高な彼氏ね。どれも私が好きなものよ。ジェーン、何してるの。でも似合ってるわよ。面白い。どんどん食べましょう。フィービーが大好きなポテチを持ち込まないとだな。ちょうどいいことだって考えたぞ。パッケージを袖に入れて本物の手の振りをすればいいんだ。そして偽の手、バレないといいな。じゃあ骨が折れた振りをするぞ。痛いよ、骨が折れた。ほら見て、何も感じない。早くお医者さんに見てもらって。すごいリアクションだな。初めからこうすればよかった。僕の手が何も感じないよ。フィービーにお菓子を持ってくるために骨を折ったんだ。見て、あ、何してるんだここで。辛いよ。いや、嘘だ。手が、お菓子のために手を外したんだ。うまくいったな。フィービー、見てよ、大好きなチップスだよ。ほら出てきな。手が折れたふりをして持ち込んだんだ。看護師さんなんか気絶しちゃったんだよ。ほら食べな、ジェーンの分も残ってるね。キャッチして。あれ、なかなか入らないね。わかった、ちゃんと入れてあげる。本当に頼りになるわ。モルディブ島へ行くの通してくれる。え、強引ね。ねえ、隠してくれる。お願い、ありがとう。じゃ、行きましょう。はい、私のパスポートよ。何も持ってないから、よかった。君は何だい、何語を話すのかな。何もわからないよ。お礼はいらないよ。良いフライト。騙せたわ。いろんな人がいるもんだな。ねえ、チョコレート返してくれる。やった、ありがとう。やっと好きなチョコレートが食べられるわ。ねえ、何してるの。私のだったのに。私ももらっていい。やった、ありがとう。どういたしまして。私もチョコバーが大好きなの。お菓子がないフライトなんて想像できないわ。ごちそうさまでした。お菓子を持ってる人を通すことはできないよ。え、お菓子禁止だって。そんな、あ、そうだ、いいこと考えた。僕はギタリストだから、楽器を生かしてお菓子を隠せばいいんだよ。さあ注目してくれ。早く隠さないと。お菓子を隠して。あの人が気を散らせてる間に私もミュージシャンのふりをするの。お、僕の好きな曲だ。イエーイ、コンサートのチケット待ってるよ。血の中にあるのはなんだ。まったく、お菓子を僕によこしたら通ってもいいよ。無理だって。何してるんだ、そんなに食べちゃダメだろう。体調には気をつけて。え、
お菓子禁止だったの？それなら絶対に見られないところに隠すわ。いいこと考えた。ねえ、マジックを見たい？キットカットを胸にしまって、じゃーん、瞬間移動よ。ひどいじゃないの。すごいね。じゃ、飛行機で会いましょう。通っていいよ。チップスは没収するよ。渡したくないなら飛行機には乗れないからね。パスポートは？よし。今度は？あ、パスポートを落としちゃった。私はおっちょこちょいなんだから。あ、見たわね。はい、私のパスポートを確認してくれるかしら。許さないわよ。問題ないね。飛行機に乗ってもいいよ。僕がついていこう。ごめん。ごめんなさい。誰の邪魔にもならないかな。あら、もう飛行機？こんな体型だと何にも見えないのよね。お菓子を持ってきたわ。おはよう。パスポートを確認するよ。大丈夫そうだね。あれ？それは枕じゃないよね。え、マシュマロが奪われてる。どうしよう。はい、私のパスポートよ。僕がバカだと思ってるのかな。いいこと考えた。ねえ、マジックを見たい？私は有名なマジシャンなの。この卵を瞬間移動させてあげる。ほら、すごいでしょ。どうやったんだ。これはもらうわね。お菓子はこうやって持ち込まないと。私はどうやって持ち込もうかな。あ、いいこと考えた。まずは農家に変装するわ。そしてチョコエッグにホワイトチョコを塗っていくの。まっすぐ伸ばしたら完璧。これがチョコエッグだって誰にもわからないはずよ。飛行機にたどり着くまでに全部食べちゃわないといいけど。さっきのマジックすごいな。それは僕の卵だ。早く返しなさい。まさか空港で従業員に盗まれるとはな。はい、私の鶏が産んだ卵と一緒に飛行機に乗りたいんだ。どう？大丈夫そう？通ってもいい？農家が二人なんか怪しいな。いや、ビジネストリップでトルコに行くからお菓子は持ってないよ。通ってもいい？ありがとう。はい、私のチケットとパスポートよ。ねえ、落とさないで。はい。お菓子を持ってるのが見えてるぞ。パスポートも忘れないでね。はい、警備員さん、私のパスポートよ。なんでそんなにおしゃれなんだい。プリンセスダイアナ。それはそれは大変申し訳ございませんでした。はい、何にも持たないで飛行機に乗ることはできなかったからお菓子を持ってきたんだ。私の大好きなストロベリーチュッパチャップスよ。あ、落としちゃった。僕が拾うよ。どうぞ。え、汚くなってるんだけど。こんなの食べられない。あー、痛い。でもまだ終わりじゃないのよ。こんなドレスを着てるとお菓子を隠せる場所がたくさんあるの。チョコレートを隠したんだ。みんなも食べていいわよ。いや、パスポートとチケットを見てもいいかな。問題ないけど、お菓子は没収するよ。スキットルズを持ってるだろう。あれ、どこだ。まさか気のせいだったのかな。ごめんね。はい、私たちファンなんだ。今度の試合に応援団がいるんでしょ。私たちも一緒に行っていい？あ、すごい。早くカバンも見せて。お菓子はないかな。うわ、臭いな。早く飛行機に乗って。待って、通ってよし。あ、それはチップスだよね。そんなのダメだよ。はい、早く通ってもいいかな。おばあちゃんは気分が悪いみたいなの。早くビーチで日光浴を浴びさせたいんだ。ありがとう。
なわせたわね。頭が痛いよ。今度休みを取らないとだな。お、お医者さんだ。薬をちょうだい。どうしよう。これを飲むと何でも治るよ。ありがとう。なんだか変だね。これはスキットレズだ。早く出て行って。お菓子が食べたかっただけなのに。うん、臭いわね。緊張してるだけ。さあ、洗って洗って。あら、もうここにいたの。景品を用意したの。スポンジボブよ。砂時計をひっくり返したらスポンジボブの絵を描き始めなさい。じゃ、始めるね。ちょうどスポンジボブが欲しかったんだ。最高なパンケーキを描いてスポンジボブをゲットして体をきれいに洗うの。あと少しね。なんかいい感じ。私もそろそろ始めないと。私だっていい絵が描けるように頑張るわ。結構いい感じ。色が足りないわね。いくわよ。もっともっと。すごいでしょ。別世界ではすごいんじゃない。そろそろ終わりの時間よ。作品も見せなさい。あら、フィービー、全く頑張らなかったの。全然ダメよ。ジェーンは？あら、素敵。スポンジボブそっくりよ。あ、そう、臭いジェーンの方が必要だもん。景品ももらって。やった。私たちは仲良しよ。私はロボット。今度の景品はこの可愛いロボットよ。もらえるのは一人だけだから頑張って。私がゲットするわ。友達になって一緒にお散歩したり遊んだり学校に行ったりアニメを見たりするの。妄想しすぎでしょ。ロボットをもらうのはこの私。二人で何でもするんだ。ジェーンの絵は全然ダメね。プロを見習った方がいいわよ。ほら見て。あとは色を塗るだけで完成よ。こことここを整えたらほら。私の子供時代にはなかったおもちゃね。あら、時間よ。ジェーン、まあまあな出来よ。フィービーは？あら、上手。ロボットさん、フィービーの方へ向かいなさい。やった。私だけのロボットよ。私にかけたら私だってかけるからね。二人のために美味しいハンバーガーを作ったの。本当は私が食べたいけど、これは次の景品。上手にかけたら食べられるから頑張りなさい。じゃ、描き始めるわよ。ハンバーガーなんか簡単ね。各層を描いて色を塗れば十分なの。バンズはできたわ。今度は赤ね。あー、大変。台無しよ。フィービーったら。今回は私が勝つわよ。各層を別々に描いて焼き上がったら組み立てるんだ。こうやってね。お皿に移したら本物のハンバーガーを作っていくの。私はうまくできなかった。こんなの絶対に勝てないわ。ジェーン、ひどいじゃないの。それでも姉妹って言えるの。おいしそうね。あら、時間よ。作品を見せて。あら、フィービー、ジェーンはよく頑張ったわ。召し上がれ。やっと食べられるのね。お腹空いたよ。おいしい。フィービーには何も残ってないからね。ま、食べかすなら食べていいけど。私の真似をして。今度はこっち。あ、今度はココアを作ってあげたわよ。二人とも大好きなのは知ってるわ。ルールを覚えてるでしょ。飲めるのは一人だけ。さあ、始めなさい。絶対に私が優勝してみせるわ。最高なパンケーキを完成させてみせるの。こんなに頑張ったことはないけど、おばあちゃんのココアのためなら頑張れるわ。はあ、かわいい。絶対に私が勝てるわね。あ、私も急がないと。ジェーンは勝てるって勘違いしてるみたいね。勝つのはミニオンの再放送を何度も見たこの私よ。あれ、寝ちゃったの。今のうちに頑張ろうっと。じゃ、ひっくり返すわよ。ジェーンの方はどう。見せてあげる。あれ、なんかおかしくなっちゃった。
あら、もう時間みたいね。ジェーン、まあまあね。フィービーの作品は、あら、よく頑張ったわね。可愛いミニオンを描いたご褒美としてココアを飲んでいいわよ。おいしい。おばあちゃん、ありがとう。今度はジンジャーマンよ。あら、二人の景品だったことを忘れてたわ。どう？気に入った？それじゃあ砂時計をひっくり返すわね。絵を描きなさい。おいしそう。いいこと考えた。手を使わないでパンケーキを作ってみない？いいアイデアね。難しい。なんだか安定しない。まずはアウトラインね。もう描いてるの？私も急がないと。早く早く。あ、大変なことになっちゃった。フライパンも私も生地まみれよ。私はあと少しで完成させるわ。やっぱり手を使うことにしたんだ。ジェーンは上手ね。私もクッキー食べていい？さあね。でーだ。ベロを見せたわね。そんなことするなら一口もあげないわよ。じゃ、色塗りをして今度はひっくり返すの。完璧。私の方は？ああ、最悪。ごめんね。あら、とてつもなく下手ね。ジェーンは？あら、本物のジンジャークッキーみたい。やった。私の腕に感謝しないとだわ。どんな味なのかな。おいしい。ティービー、食べていいわよ。おいしいわね。もっと食べたい。ティービー、やめて。あ、おばあちゃんが呼んでる。今度の景品よ。中にはチョコエッグが入ってるの。すごいでしょう。私は二人の好みを知ってるのよ。さあ、絵を描いて。私の才能を発揮させないとね。まずはアウトラインから描いていくわよ。ちょっと、誰が電気を消したの？怖い。フィービーのせいで絵が台無しよ。私も絵を描かないと。おばあちゃんに気に入ってもらえるような絵にしないとね。絶対に褒めてもらうわよ。ジェーン、準備はいい？ひっくり返すわよ。どんな仕上がりになったかな。あー、すごい。おばあちゃん、見て。どれどれ。ジェーンの絵はシンプルすぎるわね。フィービー、素晴らしいじゃないの。キンダーがもらえるのはフィービーよ。本当？やっと勝てたわ。こっちへおいで。早く食べてみようっと。ジェーン、どう？おいしい。おもちゃは何かな。あ、かわいい動物さんね。宇宙飛行士もいる。二人とも、やっとこっちを向いたわね。今度の景品は、このワンちゃん。かわいい。欲しい欲しい。目が離せないぐらいかっこいいんだもの。ジェーン、なんてことしてくれたの？別にいいわ。私の勝てるチャンスが上がったってことだもん。名前はどうしようかな。ボビー？リチャードが似合うと思うわ。かっこいいでしょ？あら、もう時間なのね。パンケーキをひっくり返す時間よ。ジェーン、ダメね。フィービー？あら、完璧。優勝者はもちろんフィービーよ。おめでとう。